ふなっぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、 YouTuber の皆様、お元気ですか？ふなっぴーも元気ですよって言った感じでやってきますね。はい、今日はローソンさん行ってまいりました。うちカフェ&ゴディバのコラボ商品でございます。今回はね、2つ買ってまいりました。まず最初はこちらですね。はい、エクレールショコラメルでございますよ。はい、はね、山崎製パンになっておりますね。なんかほら、高級な感じのパッケージでございますよね。ねえ、中は見えないんでございますよ。はい、お値段は税込み350円、カロリーは259キロカロリーとなっております。では開けてまいりましょう。はい、こんな感じでね、ケース入りでございますね。こうやって引き出せるのがまたいいですよね。うんね、ケースも金で、まあ高級感本当に漂っちゃってますね。あら、金粉まで、はい、見えますか？ちょっとここら辺ね、金粉がちょっとねチラチラしておりますよ。はいね、チョコ風味のパフにね、表面にはチョココーティングがされております。その上に、キャンディングアーモンドが散りばめられております。で、中は、チョコレートクリームとキャラメルソースが入ってるそうですよ。はい、こちらですね、ベルギー産チョコを使用したチョコクリームとほろ苦いキャラメルソースを注入、アクセントでキャンディングアーモンドをトッピングしましたって言っております。はい、じゃあ次ね、もう一品。はい、こちらですね、ビスキュイショコラキャラメルでございます。製造はコスモフーズさんですね。はい、ちょっと開けちゃいますか。はい、結構ね硬いですね、開けるのが大変。はい、ますます高級感が漂っておりますよね。はい、税込み450円、カロリーが364キロカロリーとなっております。はい、こちらですね、ビスキュイチョコクリームキャラメルクリームガナッシュクリームクランチを合わせたショコラケーキです。しっとりとした食感のビスキュイ生地の奥行きのあるカカオの豊かな香りが特徴のガナッシュクリームとチョコクリームの程よい香ばしさが特徴のキャラメルクリームが楽しめる一品ですって言っておりますよ。はい、ではこちら実食レポしてみたいと思います。はい、それでは乾杯しましょう。今日はサントリーのジムハイボールでございますね。ニューって書いてあるな。はい、乾杯。チーズ。うん、あー、うん、ジムビールのね風味がよく出ておりますね。アルコール度数は低いのかな、 5% ですね。はい、ではでは最初にね、エクレールショコラキャラメルでございます。こちら半分に切ってまいりました。半分に切ったらこんな感じとなっておりますね。チョココーティングされたエクレアの中からベルギー産のチョコと生クリームが合わさってるチョコクリームとキャラメルソースのお出ましでございます。すいません、ちょっとね手が汚れるタイプなんでお皿で失礼します。金粉がね細かく本当についてるんですよね。見えますかね。キャラメルソースがちょっと分かりにくいんですけど、左右にね、こことここら辺にねキャラメルソースが入ってるんですね。全体に行き渡ってるわけじゃないんですね。それではいただきます。ちょっとね冷え冷えにしてたんでね、絶対美味しいですよね、冷たくてね。はい、ちょっと、あ、
うん、このねコーティングされたねチョコがね結構ね食感がいいですね。うん、ふわっとはしてないな、結構ね歯切れがいいっていう感じですね。うん、生地自体は。それで、中のチョコレートですね、このチョコレートクリームはしっかり固めになって、ちょっとね不思議感のあるチョコレートですけど、ビターで濃厚なチョコレートとなっております。うーん、これぞゴディバっていった感じですかね。うん、結構甘めだぞこれは。でもねココアの本当に香りが今鼻からふわっと抜けてっております。よ、あ、この鼻から抜けるのいいな。うん、チョコレート好きにはこういうのってねたまらないですよね。そしてね、外側のパリパリのキャンディーアーモンドですね、これもね食感がね良くて、うん、いいアクセントになっております。そしてね一口目にねキャラメルソースもお口に入りました。はい、とろっとしたね舌触りでね、キャラメルのコクと風味が優しくふわっとね口の中でとろけるっていった感じですね。どっちかっていうとチョコレートの方が強い感じがします。うん、キャラメルのあのほろ苦い感じはちょっとね感じられませんね。説明にはあのほろ苦いキャラメルがってありますけれどもね、そんなにねキャラメルのほろ苦さは感じられません。チョコレートのコクの方が強い感じがします。まあでもね、あのチョコを盛り上げる的存在なのかな、ね、そんな風に思うとまたねキャラメルが入っててよかったかな、バランスがいいのかなって思いますね。はい、次はビスキュイショコラキャラメルでございます。待ってました。はい、半分に切ってまいりました。はい、半分に切ったら、こんな感じとなっております。手が震えるね。結構ね複雑な多層構造でございますよ。そしてねビスキュイも半分に切ってまいりました。あ、柔らかい、持っただけでも崩れそうなビスキュイでございます。チョコレートプレートがまた高級感本当にありますね。で、あら、チョコレートプレート、あったあった、これこれね、チョコレートプレートもいいですよね。おしゃれな感じですよね。ビスキュイにさっきのチョコレートプレート、そして濃い色のはガナッシュクリームで、その下がキャラメルソースですね。はい、で中央に先ほどのビスキュイ生地とクランチで、この全体を覆っている淡い色合いのチョコレートが、これがチョコクリームなんですね。はい、そんな感じで仕上がっております。それでは盛り上がっていただきます。じゃあまずねビスキュイをねいただきたいと思います。あ、なんかケーキみたい、ふわふわ。はい、うん、ふっくらふわふわでございます。ほんのりね香ばしくて口の中でほどけていきますよ。柔らかい、もっとねクッキーでゴツゴツしてるのかなと思ったけど全然違うの。じゃあ今度はねこれでトップのガナッシュクリームとチョコレートクリームをスプーンでちょっと、このね上のガナッシュクリーム結構硬いですね。あ、これをこうつけちゃって、うん、ガナッシュクリームは甘さ控えめで、カカオの風味とほろ苦さもあるビターな味わいとなっております。うん、これはまたビターさがたまらんやつですね。そしてこの周りについてるチョコクリームでございますね。チョコクリームは、コクがありさらっとした軽い舌触りでございます。だからねシュワシュワって
なくなっちゃうんです。では次はね、中央のキャラメルクリームですね。こちらどうでしょう、そこと一緒にした、あ、下がちょっとね硬い、硬いけどザクッと、おー、こんな音がします。うんうんうん、うん、キャラメルクリームはとろーっとした舌触りです。ゆっくりね、舌の上でとろけていくような感じでございます。ガナッシュクリームとチョコとバランスよくなっております。キャラメルのね、ほろ苦さっていうのは感じられませんけれどもね、甘めなキャラメルとなっております。この滑らかなキャラメルの風味がいいのかな。そして下にあるね、クランチでございます。ザクザク食感のクランチがいいアクセントになっております。ずっとね、こうふわっとろっとした感じのね、食感だったのがザクザク食感になるのはやっぱりいいアクセントっていうしかないですよね。はい、ちょっとね塩味を感じますね。だから甘いだけじゃなくて、舌でクランチでぐっとね味を引き立ててくれてるんですね。そしてね、一番下のね、あのビスキュイはね、あったかなって言った感じですね。ほとんどね、なんかこうクランチの方がね、主体になっちゃってますね、下の方はね。うん、はい、今回ねローソンさんでエクレールショコラキャラメルとビスキュイショコラキャラメルをいただいたわけでございますけれどもね、あれもしかするとキャラメル一緒だったかなっていう感じですね。あんまりねこう主張しないキャラメルでした。はい、でもねチョコレート好きにはそれでいいの、それがいいんです。はい、存分にチョコレートを味わえるスイーツさんでございましたね。ローソンとゴディバの、あのコラボスイーツでございますね、お店に行かなくても味わえるので、もし気になる方はぜひ召し上がってくださいませ。といった具合でね、終わりにしたいと思いますね。ぜひね、ご褒美スイーツなんかでもいいですね。ご褒美探しちゃいましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。